The most used method to fix noise sound issue is to reinstall DirectX. Also, you can fix more than noise sound errors with this reinstallation. You have download link in video description. Good luck. And please subscribe. What you see now, it is my folder where I have already downloaded DirectX from video description.
なんとか元の姿に戻れた。コンロン人のエネルギーが吸収されたんだ。ただコマケーターになるとは実に珍しいことだ。コンロン人？ああ、そこのチンピラはリーヨー。簡単に言えばそいつと私は異世界から来た。この世界神といってもそんな偉大なもんじゃないぞ。元はただの石でできた獅子なんだからな。そうだね。小さなお嬢ちゃんに力を吸収され、自分で元に戻ることもできないやつなんだからね。さっきもおかしなことがあったり、異世界なんて聞いても僕も驚かないよ。でもユサが目覚めたら僕たちは家に帰るから。何も言わないから僕たちを殺さないで。お前さん、一体土地神を何だと思ってるんだ。冗談だよ。おじさんは危険も顧みずに僕たちを助けてくれた。いい人だと思ってる。でもきっと内情は知られたくないだろうし、聞いてもトラブルに巻き込まれるだけな気がする。僕は面倒事は嫌なの。それに勇者は優等生だし、友達を変なことに巻き込みたくないよ。安心しな。土地神はこの土地の住民を守る神だ。危害を加えたりはしないさ。でもまあ確かにそれを持っていればトラブルに巻き込まれることにはなるだろうね。なら返しておくれ。これはお返しします。また戻った。こんな便利なものそうめったにないよ。今だけお値打ち価格50万元だ。店長、このなりでどうやって仕事をしろって言うんだ。それに高校生にそんな大金あるわけないだろう。僕は500元ですら厳しいのに、どうやって50万を。どうしたものかね。ユモも面倒事は嫌いだとすると。店長さん、言いたいことがあるならはっきり言ってください。ユモは人の気持ちがわかるようだね。さっきの戦いで気づいたんじゃないかい、自分の強い力に。よかったらその力を私たちに貸してくれないかい。店長、ジョーちゃん、俺からも頼む。妖魔からこの世界を守るためにはお前さんの力が必要なんだ。わかりました。ただより高いものはないって言うし。よし、これで契約成立だ。